袴田さん再審無罪ということで死刑確定でね無罪になったの5件目ということですよね。まあただね、10月10日だったかな、静岡の地検がね控訴するかどうかというね、まあ、検察が控訴するとまた今度、高等裁判所での審議になりますけれどもね、まあ、ただ早いと思いますけどね、高裁って早いですよ。またなんか新たなことが出てこない限り地裁の判決をチェックして終わりみたいな感じになりますから、高裁は結構早いと思うんですけど、それにしてもねこんな無実の罪をね捏造までしてね、もう本当に、静岡の検察はもう日本中から本当軽蔑の眼差しをね向けられてるわけですよ。それでねさらに戦うと、いや自分たちは捏造してないと、じゃあ高裁で捏造認定されたらどうするんですか、で最高裁ですか、最高裁で捏造認定されたらどうするんです、もう最高裁認定の捏造になるんですよ。このね静岡の地方検察本当にレベル低いっていうかね、もうやばいですよね。だからね真犯人が誰かじゃなくってこいつじゃねえかって言ったやつをどうやったら上げられるかっていうね、そういうふうに捜査してたっていうわけですからね。だから真犯人がこの人がどうかなんてどうでもいいわけですよ。俺たちがこいつって決めたやつを血祭りに上げられるかどうか、有罪にできるかどうか、まあこれがね軽微な罪だったらともかく死刑ですから、無実の人が命を持ってかれるかもしれない、そんなところで真犯人は誰かではなくこいつを上げられるかどうか、あとちょっと足りないんだよな、じゃあちょっと証拠捏造しておけっていうね、これはもう密室の殺人罪と一緒ですよ。本来であればねこの捏造、ちょっと時間が経ってしまいましたけども、もうこれはね今問えるのかな、昭和41年ですからね捏造したやつ、捏造を指示したやつ、検察官をねの責任を追及しなきゃダメですよ。もし刑事責任が追及できないんだったらもう引っ張り出してきて謝罪させなきゃダメですよ。そのぐらいのレベルの話ですよ。誰が捏造したか名前も分かってないじゃないですか、誰なんだよって話で、密室の殺人罪ですよ。これは密室の恋の殺人罪ですよ。これもしかしたら真犯人じゃないけど、まあこいつ死んでもしゃあないやと思ったというね、これって殺人罪構成しますよ。なのでまあちょっと私が注目しているのは、まあこの検察が控訴するかどうか、それが10日ですからね、あと1週間で結論が出ます。これね死刑で誤審はダメですよ。これね検察が騙したわけじゃないですか、裁判官が騙されちゃったわけですよね。高裁最高裁と全部騙されちゃったわけですよ。最高裁の裁判官もみんな騙されちゃったわけですよ。死刑確定しちゃったわけですよね。再審請求何度もしてて、それも何度も却下され、ようやく証拠の捏造じゃないかということでね、静岡地裁が判決を出したわけで、ですからそれ以前の裁判官全員検察の嘘に騙されちゃってるわけですよ。何のためのね再審制なんですか。もし誰かが嘘をついても見抜く人がいる、例えば警察官が嘘をついても検察官がその嘘を見抜く、検察官が嘘をついても裁判官がその嘘を見抜く、でそしてこの裁判だって完全ではない、もう一回チェックするのが高等裁判所ですよ。さらにもう一回チェックするの最高裁じゃないですか。みんな騙されちゃったの。静岡のね、地裁が何人がねこの捏造に加担したか知りませんよ。指示した人、実行した人2人かもしれない、もしかして3人4人いるかも分かりませんよ。この数人がついた嘘を何人もの裁判官が見抜けない、これ本来さ直接証拠がないと死刑なんかしちゃダメですよ。これ死刑執行されてなかったからね、なんとか、まあ、最悪の事態は免れましたけども、執行されてたらっていうかもう執行されてたに近いんですけどね、もう半世紀ぐらい拘束されてるわけですから、だからもうこの人の人生ほとんどもう台無しにしたような誤審ですからね。なのでまあ執行されなかったのがせめてもの救いですけれども、それだってひどいですよ。一人の人間の人生をめちゃくちゃにしたわけですからね。だから私はね、ちゃんと本当にね悪いと思ってんだったら控訴なんかしちゃダメですよ。静岡検察はまずね犯人を特定 しましょうよ。これ密室の殺人罪ですからね、密室の恋の殺人罪ですから、誰が指示したのか、誰が実行したのか、もしかしたら中にはもう死んでる人もいるかもしれませんけどね、名前を明らかにして晒してほしいですよね。謝罪ですよ、まあ、これだけ前のね刑事責任が問えるかどうか分かんないですけど、仮に問えなかったとしても謝罪ですよね。本人出てきてこれ悪いと思わないんですかね、無実の人の人生めちゃくちゃにしてね、誰かの指示ですよ、誰かが指示したんですよ、誰だよそれはって話で、謝罪してほしいですね。これ静岡検察の名誉が失われただけじゃなくて、日本の司法制度全体がねこれもう
もう信頼が揺らいでるんですよ。なんで裁判官だとおかしいじゃないですか。こいつがやったって 100% の確証がない限り有罪出しちゃいけないんですよ。ましてや死刑囚ですからね。基本的にね、状況証拠しかない中 で唯一の直接証拠かもしれないものが捏造だったわけですから、こんなね嘘に騙されてんですよね、というねことで、私はほら死刑制度は容認派ですから、でもその前提ってあるわけですよ。死刑の判決で誤審はないよねっていう前提ですからね。日本人の多くはね死刑容認です。死刑廃止はこう違和感があるんです。やっぱり死刑によってでしか償えないものがあるんですから、死刑は継続すべきなんですね。でもこんなね、まあ今はだいぶ変わってますから、これと同じようなことはもう起きないだろうとは思いたいですけども、こんな誤審があったらこれ死刑制度そのものも成り立たなくなっちゃうんですよ。ひどい話ですよね。それを支持したやつも名前も顔もわかんないんですよ。私ね、こう官僚がねこういう失策をするのってね、罪問われないのが、ね、私非常にね問題だと思うんですよ。例えばね、文部科学行政でもゆとり教育ってあるじゃないですか。あれ明らかな間違った政策だったんですね。それ責任取りました？それ立案して通した当時のね文科官僚、名前も知りませんよ。出てこない、顔もわかんない。結局うやむや、誰も責任取らないわけですよ。でも絶対ね、間違った政策を立案して実行した張本人がいるはずなんですね。あれで日本のね教育は半世紀立ち遅れたわけですから、誰も責任取らないですよ。時間が経ったらなおさらね。というように、まあちょっとこの袴田さん再審無罪、これ本当に日本中が怒ってますからね。産経新聞から赤旗まで激怒してますからね。そんな中で控訴しますと言えるもんなら言ってみろってんだ本当に日本中怒ってるんですよ。結局検察官も手柄主義なんですよ ね大きな事件を仕上げるとか、有罪に持ち込むとかね、その弊害でね、まあ大体検察官になろうと思った人はね、正義感に満ち溢れた人だったはずですよ最初はね、悪を成敗すると。そしてなんか被疑者が嘘をついててもそれを見抜くんだみたいなね、そんな正義感を持てた人が検察になるんですよ。でもいつの日か、事実かどうかはどうでもいいと、この事件を仕上げられるかどうか、これはね綺麗に仕上げたら俺も出世の道に乗るかもしれないというね、そういうふうに落ちていくでしょうか。全員が全員じゃないにせよそうなっちゃう。武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ分かりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。